先頭バッターの山野が左バッターボックスに入っています。今度は開幕投手を睨んだ、そうでしょう、逆ローテーションを組んできたというふうに考えてよろしいですか。ベンチの長嶋監督をご覧いただきましたが、牧原、吉原のバッテリーです。狭くなってますね、だから心当たりで非常にな姿勢でボールを待つことができるわけですね。そうですね、膝が注目の3番新外国人選手トレンティーノが左バッターボックスです。でストラーデと、比べまして、この長打力といいますか、これバッターボックスは5回まで放ってくれと、そういう、もう計算はしてますね。そして次のもう本当に開幕まで、ピッチャー、調整段階というよりもある意味の結果を出していかないと、そのシーズンの当初の実施、その時期々に抑えて入った方がいいと思いますよね。2回まではもう完璧なピッチングでしたもんね、ランナー走っているが、ナンバーワンの強肩持っている吉原の肩の前に成功すると、そんなプレイヤーでないとね、なかなか、この状況で走った吉原、アウト。バッタートレンティーノに対して牧原、ストレート低めに決まった。